今でも島を出たいか。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな。きっと志村様によろしく。陣、待っておった。必ずや藩を討ち取り、龍蔵も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。捕虜になった時、お前の所業を聞かされた。そのやりようは非道で誉れはないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの件ですが、私と叔父上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。半時後に立つ。承知しました。話を聞いて回るか。どうぞご覧ください。恐れながら数が足りませんね。助かった。目的を達せられない。品揃えが増えました。道中のご無事をお祈りしています。志村様はなんて？お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ酒井、行くぞ。まことの武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。目指すは豊玉だ。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。ハーンはどのような男です？一言で申せば切れ者の獣。誇りなど微塵も持っておらん。奴は言葉を学び叔父上を生かした。その狙いは？本土を攻める折の助力を壊れた。褒美は富と権力に女だ。まさか鎌倉を裏切れと？
あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのようなおなごだ。勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。いやしい見慣れど義を知る女です。やすやすと心を許すなよ。龍蔵のことを忘れたか。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り、殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。この匂い。燃える木とムクロ。消えだものめ。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。猛虎ども。騎兵がいます。押し通れ。で見た兵。ハーンの精鋭だ。北を攻めておったはず。かがり火台は敵の手に。再び火を灯しハーンに見せつけてくれる。民も喜びます。島中のかがり火台を全て取り戻す。ドクター。そうはさせるな。ダーシャ、ダーシャ。
この大軍が来てるよ。火薬も持ってる。逆手に取ってやろう。弓を構えて。分かってくれたか。私はこの島を出る。タカも一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。かがり火台の火を灯し、金田の木の勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。ハーメン、待っておるがいい。来てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど。申したいことはそれだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。我らの意を示してくれる。
ハーンに見えるでしょうか。見えるとも。志村の城を取り戻しましょう。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく。里に戻り、殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけ、わしは将軍様に援軍を請う。いかに下文を送るのです。わしの尻人を頼らねばならんな。麦谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようでお話をしたいと。僧兵だと承知した。酒井様、おかげで命拾いいたしました。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど。何があった？不意打ちに遭い、生け捕りにされ、土牢に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。まず常言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、そして人が焼ける匂いが。その後奴らはついに私の兄炎上を。炎上、守り手の。そのような最後たけきそうだったが。良き兄でした。お主は？ノリオと申します。この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった？伏寺は無事です。赤島の楠氏の村も、麦谷も猛虎に抗っていると聞きます。ここでよい。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか？杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集できます。加勢により皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵皆の仇を取るぞ。仇討ちではなく平和のために戦います。道をそれたのは志村が捕まった時からであろうな。楠氏を救うため赤島へ参ります。折を見て酒井様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番の楠氏だと言われています。赤島で会おう。
さあ、かかってこい。ハザクチの悪徳。志村様を助けてくださりありがとうございます。どこで捕まった？カシネの浜ですが、今や猛虎の船の泊まり場です。本土での戦に備え船を修繕しておるのだろう。しばらく浜には近づくな。このご恩忘れません。実に穏やかだ。かような地があると。おや、鎧を着ていらっしゃるので、てっきり神鹿様かと。ようこそお侍様。神鹿様とは？まさかご存じないのですか？名のあるお侍ですよ。会わせてくれ。そろそろ戻るか。じきに、ぜひ夕餉を共にされて、神鹿様の武勲をお聞きくださいませんか。いやいや、危うき戦であった。だが傷一つついていないぞ。ああ、お客人がいらっしゃるとは。よくぞ参られましたな。うん。礼を言う。他に生き延びた武士がおったのだな。とても激しい戦でしたね。浜は血を吸って赤く染まり、あれは思い出したくもない光景です。菰田におったのか？もちろん。あ、失礼よ。長旅でヘトヘトでして。さあ、湯へ案内させましょう。続きはその後で。さあ、お連れいたしましょう。神鹿殿とはどのようなお方だ？あの方がいらっしゃらなければ、今頃対馬は猛虎に乗っ取られてるって聞きました。太刀を携えてはおらんのか？武具は民に譲って大事な馬だけを残したとか。馬屋によりますよ。湯は後でよい。馬を見てまいる。
バグはよく見るものだ。これはダバだ。戦向きではない。この蔵は樋口殿のものだ。人禄は武士ではない。口を割らせるか。人禄はどこだ。先ほどお出かけになられましたよ。火急の用があるようで。探すか。話がある。なぜ逃げる。止まれ。よせ。まだ間に合うぞ。殺したくはない。諦めろ。俺が何したって言うんだ。よし、一騎打ちを申し込む。この俺と。ああ、やるしかねえんだ。望みならば受けて立とう。降参だ。すまなかった。お前は何者だ。何者でもねえ。どこにでもいるただの百姓だ。お前は武士の名を語り、その名を汚した挙句、あの女衆を騙しておったのだぞ。分かってる。頼む。五将だから殺さないでくれ。集落には二度と戻らねえ。行け。次にその鎧姿を見かけたら容赦はないと思え。知れ者め。女衆にも知らせねば。ここへ。よし。お戻りで。人禄は武士ではなかった。騙されておったのだ。ああ、聞いてしまったのですね。知っておったのか。害はなさそうですし、私らも退屈していたのでね。殺したのですか。生きておる。だが戻ることはなかろう。では戦に行ったとでも広めておきましょう。あいつがいなくても楽しくやっていきますよ。
道常は悪し。あやつめ、やはり打ち手を放ってきよったか。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。心得ました。巴はお主も殺し、わしの技を滅ぼす気だ。さようなことは決してさせません。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先に着けば備えもできましょうが、果たして。難しいであろうな。お主ら、ここへ。いかがなさいました。猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしが良い。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば、地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで樽で痛手を与えられるやも。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。蜂の巣か。足止めになるな。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備えろ。猛虎が来るぞ。やつらです。よし、わしの休日を解くと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。まずの敵だ。造作もない。抜かるなよ。街道から来るぞ。お任せを。
ひとまずは。気負ったな。あれが巴。あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜けめ。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾弘徳だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。弘徳はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。死としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ降ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか？わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。弘徳の罪も償えず、巴の心も変えられず、しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。巴の後を追わねば。赤島に狙いを移したはずだ。先に行っておるぞ。弓の修繕をいたしましょうか。
長尾忠頼様も羨む弓です。では少しでもお役に立てたでしょうか。ご存知ですか、我々が幾とせも隠してきた強大な鎧を猛虎が探しているそうです。猛虎のことだ、よからぬことに使う気だろう。話によるとその鎧をつければ百姓も英雄になれるとか。武士がつけるとどうなるのだろうな。詳しいことを知りたければぜひ琵琶法師にお聞きください。赤島の近くにいるそうですよ。直しましょうか。何を直しましょうか。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。陰ながらご分をお祈りしてます。